置いたけど、ちょっと音楽解説みたいなのをちょっとだけやってみたいと思います。この間なんか教えてもらって、何だったかな、東大のなんかの東大、東京大学のがなんか高校生のに対するなんか、なんていうのかな、まあ、高校生を招いて、招いてというか高校生と一緒になんかどっかの研究室が一緒に研究をするっていう、そういうのがあって、その中でバイオリンの音の研究をやった、そういう発表がちょっと YouTube にアップされてて、まあ、そこの研究自体の内容としては、そのハーモニクスの持続時間、指を離した後の持続時間に関する研究だったんですけど、まあ、それは僕ハーモニクスはまだちゃんと弾けないんですけど、まあ、その中で紹介されてた先行研究のところで、音をきれいに出すため その条件みたいな、そういうのがあったので、ちょっと興味なくて見てみたんですけど、前にもここでその一回チェロの誰かの人が話した内容に基づいて、ちょっと計算というか書いてみたことがあったんですけど、それにつながる話だとね、ちょっとそれを、ちょっと今思いついたんで、ちょっと今からファイルを出すんで手間取るんですけど、ちょっとそれをやってみたいと思います。やったかな、だからバイオリンの音ってそのギーギーっていう風に音が変になったりとか、なんかちょっとかすれる感じになってしまうとか、まあ、そういう場合ってあると思うんですけど、それはなんでそうなっちゃうかというと、その、まあ、いろんなパラメーター3つぐらい大きく言うと、パラメーターの関係が良くないからなんですね。3つのパラメーターというのは、弓を抑える圧力、力、弓圧みたいなものと、あと弓を引く速度と、あとはどこ、弓の弦の上のどのあたりを引くかという、まあ、駒の位置を原点とすれば、そこからの距離、その3つのパラメーターによって、まあ弓が音がどういうふうに、音がきれいに出るか出ないかというのが、まあ変わってくるみたいなんですけど、きれいに出るためにはその3つのパラメーターはどういう関係に、どういう領域にあるべきかということなんですね。前やった時にはその領域というよりもその3つの関係式みたいなふうに出したんですけど、もちろん考えてみると、その関係式にピタッと当てはまらなくても、ある範囲で、例えば弓の力がある範囲からある範囲にあれば綺麗な音が出るみたいな、そういう研究がまあすでにされているわけなんですね。で、それをちょっと見てたんですけど、そのファイルを作ったんですけど、ね、ちょっと待って、これとか。と、それを、ソフトってなんか一回やるとなんか出ないんですよね。見えた。どう？
指し示すのは難しいですね。真ん中に。あ、そうか、映んないんだ。そうか、そうか、どうしようかな。ちゃんと映んないですね。してなかったから、いい音だ。まあ一応これでやっちゃいましょう。よいしょ。まずそのさっきもちょっと言ったんですけど、いい音にするためには3つのポイントがあるんですね。弓の圧力、弓の速度、駒からの距離。でこれ前に話したことを忘れてるけども、これはちょっと簡単にしときますけども、動画解説、まあ、これ他の動画から見たことをまとめてるだけなんですけど、一番として例えば同じ位置で弾いていて、で弓速度が速い時にはその時にはそうやって音が裏返ったりする、つまりかすれたりするような時、その時にはもうちょっと弓の圧力を強くすればいいと。で V が V というのは速度です、速さですね。弓の速さを、まあそのままであれば圧力を高くしないといけないということですね。だからそのことから、その右に赤い字で書いてあるように P と V は比例的、 P というのは圧力、弓の圧力ですね。弓の圧力と弓の速度 V は比例しますということなんですね。でまあちょっとその下に書いてあることはちょっと今回は前に言ったんで省略して、その次のページが今回の話、こっちですね。この間1週間ぐらい前になんか YouTube に出てたんですけど、レファレンス、一番下に書いてあるレファレンスって書いてある1番の YouTube のところで、まあ、高校生の人が、バイオリニストの人が東大の人と一緒に研究して、なんかこの上に書いてあるそのなんか青いじゃない、茶色いなんかスクリーンショットに貼った部分なんですけど、そういう式みたいなのを紹介してました。これちょっと意味は何かというと、Fmax、Fmin って書いてある、まあ、右側の式を見ます。Fmax というのは弓の圧力のどこまで強くできるか、最大の弓の圧力のことで、Fmin というのは最小の弓の圧力、音をきれいに出すための圧力ということなんですけど、それがどういうものかというのが式が書いてあります。これの式自体は、何番かな、下のレファレンスの3番とか4番、まあ、4番5番でもともと示されたことで、まあ、それが分かりやすく書いてあるのは3番のウェブサイトなんですけど、ですね、まあ、ちなみにさっきの高校生の人と東大の人の書いた論文は2番です。で、もうちょっと式の意味を言っておくと、 Fmax と Fmin
の両方ともイコールの右辺に、右辺の分子に VB というのがあるんですけど、この VB というのが弓の速さ、弓の速度ですね。それから分母にはベータってあるんですけど、Fmax の方にはベータっていうのがベータで、まあベータで入ってて、Fmin の方にはベータの2乗というのが分母に入ってますね。それ以外の量はちょっと今省略しますが、大事なのはこの Fmax、Fmin っていうのが分子に両方とも VB、弓の速度が比例して入ってて、これさっきの上でさっき説明した圧力と速度が比例しますというのと同じことですね。だから一致してますね、さっきの結果と。で、分母には今度 Fmax の方はベータの1乗なんだけど、Fmin の方はベータの2乗というふうに入っています。で、こういうベータっていうのは、言ってなかった、ベータっていうのはコマからの位置を表します。ベータが小さいほどコマに近いということになります。だから、もっと言うと、弓を引くときのきれいに音を出すための弓の圧力っていうのは、Fmin よりも大きくて Fmax よりも小さくしなくちゃいけないという結果があって、その Fmin と Fmax というのは弓の速度 VB とコマからの距離 β で両方ともかけているということですね。でこれを下の方にグラフで書いたのが赤い線が2本書いてあるんですけど、これです。でこれの横軸は何かというと、β ですね、棒の1の弓の位置、コマからの位置を表しています。だから一番横軸の左の方がコマに近い、右の方がコマから離れているということです。で縦軸は何かというと弓の圧力、まあ棒フォース、力と言ってもいいんですけど、力を表しています。今この場合には弓の速度は一定だとして考えています。で弓の速度はまあ変えない場合に、きれいな音を出すためにはどうしたらいいかというと、この赤い2つの半直線の間の領域にあるようなところであれば綺麗な音が出ます。例えばこのポイントってあるのかな、松本恵子さん遅くからですが参加します。はい、今日は特別にちょっとこの間その東大の松本恵子さん物理の講義、綺麗な音を出すための研究があったので、それをちょっとまとめたのがあります。このあれ書けない、ペンの位置を見ておいてくれたらいいんですけど、今このグラフかけたか。で、この横軸は弓を引く位置ですね。左側が弓が駒に近い部分を表しています。で、縦軸は弓の力ですね。弓の速度は一定と変わらないとした場合に、きれいな音を出すためには、この赤い2本の半直線の間にあるように弓を引けば綺麗な音が出るということです。例えばこの弓の位置を例えば、まあ、決めて考えますと、あ、なんか消えてしまった。弓の位置を決めて、ちょっと前側に書けないな。例えば弓の位置を決めるということは、縦に何か線を引いて、
線を引いたとしたら、ここのところからここのところの間の力で、この間ですね、この間の力で弓を引けば、弓の圧力をかければ綺麗な音が出る。で、これよりも強い力で、この辺の力で引くとギギギと音が鳴ってしまう。で、逆にこの下の交わった部分、ここよりも弱い力で引いてしまうと弓がかすれてしまう、かすれるというかスリップしてしまう、そういう感じになっちゃう。で、この2つの間で引けばいいということですね。でもこの弓のポジション、だから弓の位置を、弓を引く位置をもっと指板の近く、熊から離して引いたとしたら、この辺で考える、この右、もっと右の縦線で考えることになります。そうすると、この場合には弓のを引く力というのは、ここの位置から、ここの位置までの間で引くと、綺麗な音が出るということですね。だからこの直線が両方とも斜めになってて、こう、右下の方に行くと、その直線がどんどん離れていくということから分かることは、駒の位置を引けば引くほど、弓の圧力の調整、微調整が難しくなるということですね。指板の方に行けば、その許される弓の圧力の幅は広くなるので、調整が簡単になるということです。だから簡単に言えば、どういうことかというと、駒の近くを引くと、綺麗な音を出すのが難しい。駒から離れると綺麗な音を出すのがより簡単になるということになります。まあ、でももちろん駒の近くを引いて強くてしっかりした音を出したいということもあるわけなんですよね。で、そういう場合に綺麗な音を出すのは練習が必要だということになります。だから駒の近くを、ボーイングとかの時、練習の時に駒の近くを引いて綺麗な音を出す練習をたっぷりしたら、大きなしっかりした音でも綺麗な音が出せるということをこのグラフは意味しています。まあ、このグラフが本当に正しいかどうかというのは、元の論文でどういうことをやってるかを見ないとわからないんですけど、まあいろいろ近似は使っていると書いてあったんですが、そこまで読んでないんでわかんないんですけど、まあ1993年とか、古いのは73年の論文なので、まあそれなりに検証はされてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういう結果があるのは実際に練習するときのまあ助けになるかなとちょっと思いました。だからまあ簡単な結論をもっぺん言っておくと、駒の近くを引くときには弓の圧力の微調整がとても必要なので難しいですが、頑張って練習したらいい音が出るかもしれませんという、まあ、簡単に言えばそれが結論ですね。はい、ではこれで一旦これは終わります。で、この後曲を弾いていきます。これで基礎練習が終わったので曲を弾いていきますが、一旦3D 空間ソフトは閉じて、チャットにも結論を書いておきますね。コンセプさん、コマの近くを弾くときには弓圧の微調整が必要なので綺麗な音を出すのは難しい。でも練習して綺麗な強い音も出せるようにしましょうという結論です。ちょっと休憩がてら待ってください。